黒柳てっぺいは日本の映像作家。アートユニット1980円立ち上げメンバー。愛知県岡崎市出身。2005年からフリーランスの映像作家として活動を開始。映像コンテンツ、音楽、インスタレーション、現代美術作品など多方面で活躍。ユーモラスなアイデアを武器にコンテンツを制作。NHK 連続テレビ小説、半分、青い。 オープニング映像の企画、演出。ミスター・チルドレンステージビジュアル、シーナ・リンゴやビッシュ、チャイのミュージックビデオ、NHK デザインは、クラッチ映像。また、ライフワークとして、ソーシャルプロジェクトあゆえお作文ラッププロジェクトの企画、演出などがある。映像作家100人選出。またゲームソフトのスペース・インベーダー・エクストリームの、ゲーム内のすべてのビジュアル、ロゴ。 パッケージのアートディレクション。音楽分野では、食品祭りとともに1980円を立ち上げる。ドンキホーテのような東洋的な美的価値観で、音楽ライブや音源リリース。独自なライブスタイルは話題になり、最先端音楽とメディアアートの祭典、ソナーサウンドや、横浜トリエンナーレなど、大型フェスや国際美術展に出演。芸術分野でも広く活動し、 ビデオアートやインスタレーション作品を世界20カ国以上で発表。文化庁、メディア芸術祭、アルスエレクトロニカ、シーゲグラフをはじめ、国内外のメディアアートフェスティバルに多数参加。映像作品を中心に、ライブパフォーマンス、音楽など幅広いメディアで作品を発表している。プロフィール。2013年5月22日閲覧。ありがとうございます。